聞いてくれる？聞いてくれる？あのさ、木の実のレシピ。うん、あったんですよ。木の実のレシピ、間違えた。木の実のハーチだった。あのね、ずっとあの任天堂スイッチの集まる動物の森の内のゲームで、その内で欲しがった、まあ、レシピ、まあ、家具があったのね。でそれが今日までだったの。期間限定 でゲットできるその家具で、家具のレシピなんだけど、木の実のアーチってやつをずっと私追い求めてたのね。ずっとで、夜もだいたいもう11時とかから10時半とか、夜の部昼の部ってあって、夜はもう11時頃から朝の4時半とかまで毎日ずっと探し求めたわけね。でなんかその昨日も、まあ、集まれ新潟の森っていう NGT の、 あのその集まり界隈メンバーのね、集まり界隈のみんなと電話しながら、なんかみんなはさ、どんどんなんかその日みんながその成し遂げたいこと、今日のミッションみたいな、まあ、私はその木の実のアーチがミッションだったわけ。みんなはどんどんそのミッションをクリアしていくのに、私はいつまで経っても木の実のアーチが降りてこなくて、でやっとなんかレシピが来たと思ったら、キノコのランプだったのね。キノコのランプはいらないと思って。でもキノコのランプ欲しいメンバーがいっぱいいたの。リカタンとかなんか大滝とかいっぱいいて、でおやったー、みんな喜んでんの。キノコのランプ、作って作ってもいいけどみたいな、いいけど私が欲しいのは木の実のアーチなわけ。はぁ、あとのもだってもう木の実のアーチ以外全部揃ってるもんと思って、自分のそのレシピ表を見たらあったんだよね、木の実のアーチが。はみたいな、えはみたいな、ええってなって、私じゃあずっと今までもキノコのランプを探し求めたみたいなさ、時間の使い方しちゃってて、もう最悪だった。みんなにキノコのランプ作って寝たよね、だから昨日は。え？いつあったか、いつゲットしたかも分かんないの。もしかしたらそのさ、なんかもう気づかないうちに最初の方に集め出す前からあったのか、いやでも絶対それはない、だってそれ探してたもん。え？で分かんないの。4日前からあったのか、なんか寝ぼけながらやった時もあったから、寝ぼけてた時にゲットしたのか、私ずっと A ボタン連打したから分からないの。バグか？でもそんなことないみたいな、もう最悪だったの。散々騒いでてさ、なんかフォトログにもなんか 2,3 回木の実のアーチがところで出ませんですけど皆さんはどうですかみたいな、これ書いといたのにさ、はぁってなったの。ピエンだよ、ピエン、ピエピエの森。いやでみんなの願いがね、みんなの祈りがここに通じたのかな。もう本当に欲しすぎて、そうなんかな、そうなんかな。もうピエンピエンだよ。あったからいいんですけど、まあフェスもあのスプラトゥーンの違うあのソフトのスプラトゥーンのフェスもケチャップが勝ちましたし、なんかケチャップ派の人が、私なんかそのさ、スプラトゥーンの YouTube 上げてる方のとか見るのすごい好きで、あのスプラトゥーン甲子園とかそういうなんか大会みたいなのがあるんだけど、そういうなんかこうトップクラスの選手の動画とか見るの好きなんだけど、もうそういう方々もね、その方々もマヨネーズが多くて、あやばい負けたかもって思ったらね、勝った。そうそうそう、あ見る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 、そうですね、見ます見ます。そう
そう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 ですね。だからいろんな方見るんだけど、うん、活動報酬あのサザエがもらえます。うん、はい。そうそう、だからなんかね、そのだからびっくりした、かあやったと思って嬉しかった。負けた。そう、なんか私のさファンの人でもスプラトゥーンをちょこちょこやってる人がいるんだけど、なんかマヨネーズの人も多かったしそうなの、木の実のあーちゃんもゲットできたし、いいんですけど、いいんですよ、うん、いいんだけどさ、眠い眠いよ、うん、もう、うん、ソースとか醤油、うん、むしろ今回はケチャップとマヨネーズ、そうなのよ今日メイクいつもと、あ、今日はね、あのアイラインを久々に引きました。なんか暇だったからそう、暇だったからマスカラも塗ってアイラインも、まあいつも暇なんだけどうん、ね、私の髪の毛の色ケチャップ色っていうのやめてもらっていい？シースルー、今日ちょっとつけすぎたからもうシースルーってことにしようと思ったらシースルーいいねって言われてちょっと嬉しい、よかった最近はでも多めにつけることにハマってるけど今日はつけすぎたいい女風ありがとう。本当はさなんか外国のさこういうこういう人になりたいけど無理そうそう、ケチャップ色ね、ケチャップ色じゃないんだけどな今日の配信はどうしようかと思ってうん、あそう、ハリーポッター見たことないのにハリーポッターの出てくる女の子みたいな髪型がしたいって話ね。ハリーポッター見たこと一回もないからわかんないんだけどうん、書き上げるためにこういうのやばくねそうそう、なんか、うん、私がなんか見た YouTube の YouTuber さんモデルさんかなの動画はなんかリョウ、ハリーポッターのリョウに出てくる生徒わかんないのよ、なんか寮があるのかで、そのなんかよくわかんないんだけど、ハリーポッター見たことないからわかんないんだけど、でもそこにそこのそこの人みたいになりたいうんうん、あれ、え、待って、月曜日、え、あ、今日月曜日じゃん、待って、え、今日月曜日、今日日曜日、え、ああ、え、今日火曜日かと思ってた、と思ってた、だから今日火曜日だと思ったから昨日月曜日だと思ってるじゃん、でだから水曜日はダンス配信だから水曜日までにダンス覚えようみたいな、やばい、しかも今日音源の許可取ってない、配信はさ水曜日だよね、
だよねって聞くこと、疲れてない。え、待って、ちゃんと寝てる、寝てないかも、いや寝てる。明日します、明日ラジオ、え、いいんだよね、あし、あー、うん、明日はラジオ配信を夜します。ねえ、いやもう今日は扇風機のことしか正直頭になかったです。何がって話だよね。扇風機を購入しまして、扇風機買ったんだって話と木の実の味の話を今日はしようかなみたいな感じ。もう そうなの、扇風機買ったんだよ。でも、もうなんか組み立てる気なくなっちゃった。うん、私今私の中の頑張れるやのよしこさんが出てきそう。今すごい言いたい、よしこさんのセリフを自分自身にね、自分自身にすごい言いたい。私の中のよしこさんが出てきそう。あー言わんよ、アイドルだもん。これモテ王って何何これ、モテ王ってやつもらった、ありがとう。何これ、煽ってるでしょ。何セミ完了って、ねえねえ煽ってるでしょ。何モテ王って、ありがとう。イベントのやつ、イベント、セミって何、え、セミ完了、え、何言ってんの、危ない危ない危ない、え、星2周のことセミって言うの、え、私ずっと星、え、ショールームやってて、またわからん単語出てきた、セミってこと、あ、セミダブルみたいな、あ、出た、モテ王、何これ、あ、出た、お、大谷が言ってるやつでしょ、フル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 、なんとかかんとかって言ってるやつでしょ。モテ王、ありがとう、このモテ王って何、え、すごい、めっちゃくれるじゃん、ありがとう、モテ王。プチ、セミ、フル、え、めっちゃくれるじゃん、ありがとう、モテ王。取れないんだけどこれ、こういうさ、あ、ごめんね、なんかこういう音、モテ王がいっぱい来ます、ありがとう。サーキュレーター、でもそうなんじゃダメ、
サーキュレーションかそれ。フォロワー進化するよもっともっと。パパ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 パ。氷入れるやつ何それ。ふわふわにふわふわなあなたが名前を呼ぶそれだけで中へ浮かぶ。ほい、ん、なんだこれは。あーなんか落ちたよ。モテよおい。うん、え、何これ。丸いお皿です。説明書読めなくて、まあ、大体いけるっしょこれ。あ、下のタイプこれ。大体さ、こういう電化製品買うときってさ、まあ家族に相談するんだけど、私は普通のやつを買おうとしたんだよね。え？ねえねえ、これって切る？ねえねえ、これって切るの？これ。これ切らない？じゃない、オッケー。説明書切らないわけない。あ、切らない。あ、ごめんごめん。え、どれ。え、違う、なんかカバーみたいなのついてる。あ、保護なんだ。オーブン。できた。新潟っちゃよ、別に全然涼しいわけじゃない。夏は冬はさ涼しいけどね。よいしょ。うお、蒼天にさせひょーんまがいい。え、
前にカバーかかってね、かかってなかった。あ、閉まんなくなっちゃった。閉まった。え、なんか揺れてんだけど。え、なんで？しっかり閉めたよ。あ、なんかでもさ、このさ、隙間が浮いてる。絶対。お。なんかね、この隙間が問題なの。ここ。向きだってさ、見て見て。この皿みたいなやつにかさ。このね、このなんかこのさ、このとんがりとここがフィットするので、これがはまるみたいな。で、これをえ、星が邪魔してない？してないよ。星って何？え？あ、そういうことね。え？どういうこと？あ、え、あ、は、は。ピラメキーノだわ。いて。で。でいいってこと？あ、もっと取ってんじゃん。みんながね、教えてくれなかったら私別になんか揺れてるけどまあいいかって思ってそのままにしてた。
ではないのか。これ取れるんだけど、え？な、今なんてコメント来てるか想像しよう。そりゃ取れるだろう、わら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 。大丈夫か、心配になってきた。不良品とかそんなわけないだろう。あゆちゃん頑張れ。そういう日もあるよね。応援してるよ。なった。今度こそ。モテよ。モテよ、ありがとう。モテよ、ありがとう。風来る。ぐるぐらいしてない。めっちゃモテをくれるじゃん、ありがとう。ありがとう、モテを。あ、説明書あったわ、なんか外付けタイプ。モテを、ありがとうございます。でもなんかさ、こういうタイプの袋ってなんかさ、開けるのもったいなくね。開けます。空気清浄機も兼ね備えてるやつ、何それ？え、そんな高いの買ってないよ。私でも鼻炎だからさ、空気清浄機ないとやってられないのね。でもなんか、で自分であのなんか年末年始に。あの空気清浄機がセールになってたから買ったのね。でも今そのさ、まあなんていうか、まあ、コロナの影響で空気はなんか空気清浄機はリビングに置いた方がいいってなって、私の部屋に置いてあった空気清浄機取られたんだよね、家族に。いいんだけど、それはまあそれが一番いいから。そう。持ってかれたんだよね、運ばれてった。すごーい。お手入れ、柔らかい布でから拭きしてください。このさ、フィルターってさ、洗っていいの？さっきの網みたいなやつ。これもしかして電池ないんじゃないの？ご使用前に引き抜いてください。ポン。入ってた電池。ちょっと自分の目見開きすぎてトトロみたいだった。首振り。おお。ほこり取ってから洗うと、え、なめちゃめちゃ詳しいじゃん。じゃあみんなにも品番教えとくね。YSR-T802 リモコンスリムファンです。
みんなに品番教えときます。はい。壊れた時みんなに聞くね。よくわかんないから。お揃いできるね。いいお揃いにしても、はい。なんか洗いたい時とかみんなに言うわ。6000円くらいでした金額は。なんか本当はいっちゃん安い扇風機を買おうと思ったんだけど、なんかお姉ちゃんに煽られてやめました。これにしました。うん、うん、そうなの。安いよね。でもっと安い扇風機にしようと思ったの。でもなんかお姉ちゃんに煽られて、なんかなんか普通の扇風機じゃなくてこういうのにしたらみたいな言われて、え？って、うん、あのねこれ風最大にしてんの。でも暑いから。最大にしてる。こんにちは。うん、あとしかもなんかその風の質とかあんま私わかんないから、しかもこういうなんていうの、風の騒音みたいな風の音とかあんま気になんないタイプなの私。そうだからね、あんまりうるさくても寝る、バリバリ寝れる。なんかなんていうかな、まあ、楽屋でも山田がどれだけ騒いでても全然寝れちゃうし、あのなんかな、あのさ、でもこれはみんなもそうかな、そのさ移動中とかもうイヤホンの音大きいタイプ、これ言うとイヤホンを聞くしすぎて耳に良くないよって言われるんだけど、そうなんだけど、割と大きめな方でのまま寝ちゃうし、音をかけたまま寝ちゃうし、うん、そうなの。私ねどこでも大体寝られちゃうタイプで、見て立ったまま寝れるわけじゃないよ。立ったまま寝れますみたいな、そういう武勇伝はないんですけども、どこでも寝れちゃうなっていう。そうなの、うん。だから握手会会場とか結構さ、そのざわざわしてたりするじゃん。でもそれも握手会会場で待ちの時に寝ちゃったりもする、全然。すごいモテ王をみんなくれる。ありがとう、アイテムありがとうございます。星もコメントもハートも、ハート、うん、そうそう、モテよう。あ、言ってほしいの、ごめん、ちょっとごめん、今ちょっと正直言うとさっきよりもちょっとあのモテ王のパワーは抜いてたかもしれない。もうみんな飽きたかなと思って。モテ王をね、セミね、セミ、プチセミフルね、プチありがとうございます、セミありがとうございます、フルありがとうございます。うん、うん、モテてるなーみんなから。あのさ、インスタのストーリーにさ、インスタのストーリーにあのスプラトゥーンの動画載せるのってみんなどう？なんじゃこりゃって感じ？でもあれすごくない？昨日のなんか7秒くらいの動画はね割とうまくいった。良き、あ、ほんと？見たい、あ、ほんと？嬉しい、あ、ほんと？いいと思う、ほんとに？
助手受けはしなさそう。そうなんだよ、私たま女の子受けしないのよ。ピエピエーン別にね、まあみんなから受ける、みんなからモテる人なんかそういないからな。しゃーない、もうツイッターちょっと恥ずかしさ出ちゃうんだよな。でも頑張る、ツイッターね、頑張るわ。ツイッターに載せるほど素晴らしい動画を撮れるように頑張るわ。モテよう、ありがとうございます椅子倒しすぎだから、昨日さ木の実のアーチをなんかもうこうやってふて寝しな、ふて寝ってかふて姿勢、ふて腐れ姿勢、もう木の実のアーチ出ない、あったんだけどみたいな感じだったそうなの、そう。あとね、犬ボクシークレットサービスっていうアニメを見出したんだけど、まあ、私原作漫画はすっごい昔大好きだったんだけど、でなんか大滝にね、ある日まつもりみんなで言ったら、私あゆに返さなきゃいけない漫画そういえばあるわみたいに言われて、え何って言ったら犬ボクって言われて、あえあ大滝に返してたから犬ボクないんだと思って、それ全然忘れてて私で、それで犬ボクを思い出して、犬ボクのアニメ見てみようかなと思って犬ボクのアニメを見てるんだけど、うん、でそれまで、まあ、漫画は好きだったんだけどアニメ見たこと一回もなかったのね。でさ、 TikTok にあるさ、あいうお菓子したかきくけこんなにもさしすせソフトクリームでござろソフトクリームゴゾロップで行こうってあるじゃん、ちゃんと歌えた。それ犬ボクって知らなかったんだよね、犬ボク好きだったのに漫画そうなのちょっと前のアニメなのかな。エンディングで見るからさ、エンディングで見ちゃうからもう覚えちゃったランプコンボ、そうなの、全然分かんなかった。あ、漫画見ててアニメ見るってあんま、あでも黒羊も配給もアニメは見るわ、うん返してもらったの、まだ貸しっぱになっちゃうよね。私もさ、なんか少女漫画さ、なんかその高校生の時に友達に貸したんだけど帰ってこないんだよね。まあいいんだけど今何時だろう、ちょっと時間見るね。時間見るためだけにスイッチをつけます。41分、はい、うん、そうなの。犬ボクの素敵なところはエンディングがね、そのキャラクターによって種類があって、それが楽しい。あとキャラがみんな可愛い。じゃゲームするために開かないよって話時計ない、確かに時計欲しい、変に時計ない、買うわ買うなんかじゃあ紹介できるものないかな。ないでーすないな、紹介できるもの、なんか紹介とかしてみようかなって思ったんですけど、紹介がない、紹介するものない、CC レモンぐらい。最近買ったエビ満月ですねまあ携帯見れば時計もあるし、なんかね、そういうのが良くないよね、ごめん。うん、ゲーミングチェアです。エビ満月美味しい明日の配信は何時にしようかな、何時にしようかなと。何時にしよう、9時かな、8時かな、明日ラジオします。トゥ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 、また泣きどきそう。
遅めね。ちょっと考えます。 TikTok やりたい、やりたいけどあんま撮ったことないです。最近何が流行ってるの TikTok は。あの分かんない TikTok。 マイメロなんだけどと、あ、い、う、え、お、か、し、した、しか分かんない。よいしょ。研究生のやつめっちゃ見る。あ、本当に研究生の TikTok ね、頑張ってるって言うよね。でもそうやってみんな、そうやってみんな可愛い可愛い言って言っちゃうんでしょ。私はスプラトゥーンの動画しか上げてないしね、ストーリーに。自分が悪い。もう。ふて王じゃないよね、ふて王って。モテ王。もう。うさいうさい。もうみんなして、みんなしてさ、みんなしてそうやって、もうでも知ってる、こうやって言ってほしいんでしょみんな。みんな私がさ、いじけたの見てなんかどうせなんか、ちょっとなんかちょっとこうやってやってないんでしょ。うん。知ってんだから。知ってんだから。もう5年もやってれば知ってんだから。スプラの調子、うーん、あーどうだろうな、どうだろう、どう、クローズアップばっか使ったな、濡れる武器。何コロ太郎って。本当にもうちょっと眉毛恥ずかしい。アイニャから LINE 来た。うん、スプラの武器はローラー。私ローラー使えないんだよね。たまに使うけど、なんかガチでやるとき、ガチマッチとかそういうなんか、なんか自分なんかそう大事なやつはローラーは持たないですね。シューター系が多いです。うん、まあバイト、クマさん紹介っていうなんかさ、うん、人対人のやつじゃなくて、人対、まあコンピューターみたいな、人対も鮭なんだけど、鮭っていうか敵っていうかいくらだけど、まあ、バイトで持つかなみたいな、まあ支給された武器持つかなみたいな。ガチマッチは一度だけ言ったけどわけわかんなかった。なんかね、4つルールがあるんだよね。あの、よいしょ。ガチ、ガチエリア、ガチヤグラ、ガチアサリ、ガチホコって4つあるのよ。で、それが2時間ごとにルールとステージが変わるのね。だから、まあ、一番簡単なのはガチエリアだと思うので、一番ルールが分かりやすいからね。決まってるステージによって決まってる、まあ、大体自分の陣地、敵の陣地の真ん中にあるエリアを、自分たちのインクで塗って、それを100対100から進むカウントで、その0に近く数字を小さくした方が勝ちなんだけど、ノックアウトか数字を小さくした方が勝ちなんだけど、それはね簡単かも。ルールが一番わかりやすい、簡単だから。それかガチエリアって YouTube とかで検索して、あ、ガチエリアってこういうゲームなんだみたいなのを見たらめちゃめちゃわかりやすいし、ステージをなんか理解するのも大事だから、ガチマッチを始める前に Y ボタン散歩っていうの、散歩をして、散歩
ステージをさ、その散歩できるのよ。どんな感じなのか、ここは登れるんだ、ここは泳げないんだ、ここはこう行ったら近いなみたいなのがあるから、まあ、YouTube とかで見た方が分かりやすいかな。あとはやりまっくるしかないと思う、うん、経験値を積むじゃないけど、うん、あ、そう、散歩ってそう下見みたいな感じリハではないの、一人で、まあ一人リハ、うん、そうなの。アサリが一番嫌い、私ホコが一番嫌い、苦手そうそう、散歩できる、そうそう、うん、モテをありがとううん、あ、モテをありがとう。そう、敵の持ってる武器、だからこれみんな多分さ、この話してもあんまなんかはっなっちゃうと思うんだけど、敵が、私もそんな上手くないのよ、もう前提に聞いて、まあでもおうち時間が多いと思うからぜひやってみてほしいんだけど、ね、まあ、自分は自分の武器の射程はどれくらいあるのかっていうのをまず理解した上で、自分が好きな武器をまず探して、自分はこの武器が合ってるなみたいなのを探して、でこの武器はどこまで弾が届くっていうのを理解して、まあシューターとかだったらさ理解して、で敵の武器もだいたい、あ、この武器は短射程だからすごい詰めてくるなとか、なんかこの武器は遠めのだからこう距離を取ってとか、距離を縮めてこっちが縮めて倒そうとか、距離で威力違う違うし、その、まあ、届かない武器、短射程の武器とかがあるから、そういうのも理解したりとかからかな。そうなので、まあ、自分はどういったら有利なのかとか、うん、かなって。私もそんなうまくできないんですけど、ピエン、はい、あとなんかギアっていうのがあってね、なんかギアサブとかは何がいいの、私が好きなのはね、スプラッシュボムだね。あ、いや、クイボも好きだな、うん、私は攻撃できるものが、吸盤ボムがあんま好きじゃないのよ。吸盤ボムはなんかね、クイックボムっていうのはなんかそう、クイックなの、ポイって投げたらもうすぐ弾けちゃうの、風船みたいにパーンって。でもスプラッシュボムは地面に、床に、地面に投げてから 0. 何秒で爆発するんだけど、1秒だっけな、1、地面についてから1秒かな、カランパン、あ、1秒くらいかな、あ、かな、え、1秒あったかな、水風船的な。で吸盤ボムはちょっと時間がかかる、何秒だっけな、2秒くらい2、3秒かな、ちょっと忘れちゃった。で、まあ、そのボムは種類によって違うのよ。で、私あんま吸盤ボムはその爆発するまでに時間がかかるから、まあ、その空間自体を一回支配できちゃうわけ、言ってしまえば、そこの場所でね。だってそこに行ったら爆発しちゃうから、こう逃げられないとか、そこの場所を確保できるっていうか。でもあんま私は好きじゃない、なんか足元濡れない、だから使い道っていうのはいろいろあるんですよでロボットボムっていうのもあって、ロボットボムはなんかそのポイって投げたロボットボムが生きる範囲かつ、なんかその発見できる範囲が決まってるんだけど、そのロボットボムを投げた近くに敵がいたら、そのロボットボムここにいますって発見して、トコ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 って敵に近づいてくるの敵を発見して、そこで爆発するって。爆発はちっちゃいから、まあなんかあれなんだけど、でもちっちゃいからよく踏みやすいそうなの、そうそう、あゆ太郎さんかっけやめてうん、そうなので、まあそういうサブがいろいろあったりとか、あとシールドもあったりする、シールド、あとはスプリンクラーだね、なんかポイって投げとけば、なんか
インクがピャーって出て、本当のリアルのスプリンクラーみたいな感じでピャーって液体が出て、インクが出て、何勝手に色を塗ってくれるから、まあ、スペシャルのゲージもたまるしあるあ、カーリングボムは、投げたまま、あ、違う、そのままポイって投げたらまっすぐパーンって、それか壁にぶつかったらカン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 ポーンって爆発します。いい方カーリングはなんかそのまままっすぐ、なんていうかな、うん、カーリングはそのまま細い道とかに投げたら、そのカン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 ポンみたいな、なんていうかな、緑コーラみたいな、そんな感じ、緑コーラみたいな感じ移動補助としても全然使えます。めっちゃ最初楽だよね、勝手に塗られてくからね。なんかそう塗られてくのよ。ボムはさ、投げた場所に爆発するけど、カーリングは投げたらまっすぐピーって言ってくれるの、カーリングみたいにそうだから、なんかローラー使いの人とかは、そのギアっていうのがあってさ、なんていうのかな、なんかギアってなんて例えたらいいんだろう、わかんないんだけど、なんかいろん着る服によって特性みたいなのがつけれるのね、なんか装備っていうか、自分自身に装備することができるの頭と服と靴があるんだけど、それギアって言うんだけどねあとボムいっぱいあるの。そう、まあ、カーリングはそのまままっすぐ寝れるから、でなんかそのギアでなんか泳ぐとしぶきみたいのが出るのね、インクのインク面に。だから、あ、ここに敵いるなと思って泳いでる敵も倒したりするんだけど、ギアでその忍者、イカ忍者っていう、まあ、大体ローラーの人が着てるギアなんだけど、イカ忍者つけてると、あのね、姿、そのしぶきが見えにくくなるのよ。潜伏に役立つから、カーリングボムと一緒に移動して、あ、ボム来たなと思いきや敵もいました、やられてしまいましたみたいな敵とかとか、そのまあカーリングボムに紛れて、まあ違うとこに移動して倒すとか、まあローラーは大体そうそう、ローラーとかボールドとかやってる人多いかなそうなの、まあ、イカ忍者を見抜く方法とかいろいろあったりするんだけどそう、ギアごとに、そのギアっていろんなやつがあるのよ。なんかインク切れがしにくいギアとか、なんか敵のインク踏んだらダメージ与えられちゃうんだけど、その敵のインクを踏んでもダメージが軽減されるギアとか、あとはそのボムをさ、さっきちょっと紹介したボムをのもインク使うのね。そのインクをボムで使うインクを少なくしたりできるギアとか、私なんでこんなスプラの話してるんだろういろいろあるの。だからその武器によってとか自分の好みによってギアは変えたりするんだよっていうね。私みんなとスプラする約束あったっけうん、イカ足ねえ、ほん大丈夫かな、なんかプロモデル私も大好き、いつかしよう、そうしよううんうんあった、大丈夫うんうんかなね、でもスプラしてる人どれくらいいるの、私のその画面酔いするってやっぱ言うよね、なんか言われた、酔うわってしたくなる、しようよみんなでやろう
やってる人あースイッチね、ジャイロ苦手、確かにスイッチ売ってないのよね。ジャイロね、ジャイロはなんか人それぞれなんだけど、なんかあぐらかいて肘をあぐらこうやって固定すると、なんか肘をももの上に置いて、こういうなんていうの、こうちょっと分からんこうももでこうやって固定する感じ、あぐらでこうやってこうやってあぐらかいて、あの足と足のなんていうの、隙間にフィットするとこにこうやって置いてやると、だってどうやって見せればいいの、こうここにあぐらかいた状態でここにこうやって置いて、こう肘固定するとやりやすい人もいる、人もいるだけだからね、人もいるだけですよすれてなかった、角にさいた、え出てない、1痛い、一般的ではなんかね、いろいろもうほんとこうやって上手い人もいる、こうやって、でもなんかそのジャイロが動きがブレやすいとか、あとジャイロの感度も変えるのもいいかもとか、レティクル、玉が出、玉が当たる場所、なんか中央のこう玉みたいな丸いやつをなんかブレやすいとか、なんかいろいろあるんだけど、こういう人もいるし、私はこうやってやっちゃう正直、はい、武器によると思う、うん、そうブレるとか私はジャイロをやってるかな、そうなの。あと私シューターだからさ、シューターしか使えないから、これをね基本長押ししてるだけなのね。でもなんかいろんな武器によってはさ、こうやってさ、こうやって連打する人、連打しなきゃいけない武器ってあるのね。なんか筆とかはさ、バシャ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 ってやんなきゃいけないの。これさ、できるとマジですごいよね。なんかできないんだけど、リールガンとかダダダンダダダンダダダン絶対無理なんだけどいやほんとすごい連打できる人、どうやってんだろう、だってこっちでボンボン投げるからさ、え私こんな動かないんだけど、するできないうん、ここでできない人かな、なんかうん、すごいよな、できない。はい、そんな感じで7時になっちゃったよ。今日は、アホみたいに長いスプラトゥーンの話と、あとは扇風機ちゃんと木の実のアーチの話と、ラジオ配信間違えましたの配信でした。はい、申し訳なかった、本当に申し訳なかった明日はちょっとまた時間決めてメールしますので、メールの返信をしてくれると嬉しいです。はい、ではそんな感じで明日もラジオ配信頑張ります今日の1位はふんふんさん、2位がふんさん、3位がふんさんでした。ありがとう、ごめんね、ゲームわかんない人に関してはさ、もう本当にはみたいな感じじゃん、本当ごめんね。ではまた明日お会いしましょう。あゆ太郎でした、バイバーイバイバーイバ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